トイレットペーパーの上にトイレットペーパーの上にカメラ置いてます。すごいね、初めて見たわこの上に置いてる人。あれ腹減ったね。何食べる？私何食べよう。じゃあ一個ずつ一致させてこう、気持ちを。その分かった、米か麺かっていう、そのまずじゃあ大きなクリーム。あーこれむずいな。私そこは結構固まってはいるかも。嘘でしょ。米か麺かパンか、じゃあせーので言う？うん、はい、せーの、米。あ、うわぁ。でも野呂さん、米じゃない？米でしょ、うん、米で行こう。そうだね、カレーではない。あ、わかる、カレーではない。ではないよね、ではない。よかった。揚げ物ではない？揚げ物ではない。あー、そうらしくない。揚げ物休止です。どうすんのよ、そんで。なん、どうする？それか、何店舗か頼むもあり。いいっすか、それ。うん、そうしよう、そうしよう。じゃあさ、もう麺も行こうよ。麺と米のコンボにしよう。ハイブリッド。うん、やった。もうその、うわ、何？なんで人に言わせんの、ホルモン屋？なんだその、私一国道みたいになってんの。腹話術みたいに使ってんの、私こうやってうわ、なるほどね。大阪王将うわ、二郎系ラーメンやめてよそれ。うわ、これ一個にしよっか。これは一個のがいいんじゃないか。これ一個にしよう。大丈夫ですか、ニンニクは大丈夫？残念ながら、はい、何のも予定ないので。そうですね、はい、クリスマスもね、どうなることやらって感じですよねクリスマスね、みんなが恐怖に怯えるクリスマス ね、 もうそろそろ来ますよ、うん、恐怖の、あの恐怖との戦いね、はい、街とは裏腹に、はい、はい、じゃあラーメンを頼みました。二郎系なので、あと1個。うーわー、ちょっと待って。まあ、焼肉弁当でもいいし、ペッパーランチ。そう、世間のフードコートでよく入ってるじゃんこれ。でも私頼んだことなかった。食べてみようね。これだったらさ、一人一個いけるくない？いける。これとこっち系。いけるってすごい。なんかもうなんか怖い。だから これとこれみたいなやる。それともこれ一個にして、また違う場所の一個頼む。それやりすぎ。三店舗？やば。何？帰れません。もう一店舗行く？もう一店舗行きたい。行こうか。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれ普通盛りにしよう。うん。さすがに。ダブル。あ、ダブル。間違えた。なんか言ってるね、今。なんか口走ったよね。でもこれを言う、本能で言っちゃったんだと思う。ダブルチーズ。ダブルチーズのトッピングのダブルが出ちゃったの。ダブルが出ちゃったよ。びっくりした。口先からすごい出たってこういうことや。今だからペッパーランチと、ペッパーランチと、二郎系のラーメンでしょ。どうすんのもうこれ。まあ食欲の秋ってことで。うん。いいんですよ。芸術だからこれも。あ、なるほどね。全部入ってるから。芸術も兼ね備えてるんですね。そうよ。なるほど。じゃあ、まあ結構肉中心に来てるんで、寿司とか刺身。願った、願った今。に行きますか。願ったよ、私今。お寿司か刺身系だったらどっちがいい？その。どっちも。寿司にする？どう？食べれる？何が？お刺身がいい？食べれないかな。そんな控えめな口調で言わないでよ、こんだけ食おうとしてる人が。食べれるなんて。食べれる。食べれるよ、もう。大丈夫？くら寿司お得セット。あ、そんなに入ってんの？そうよ。うわー、もうめっちゃ食べたくなっちゃうから、もう決めて。私も食べたら見ない。お得セットにしようか。じゃあ私は見ない。お得セットにするよ。はい、これにするわ。はい、縁側だけ追加して。え、あ縁側の、単品中。縁側の単品あったらそれだけやらせて。あ、ないです。あ、ない。残念よ。残念。ここはもうまとめた量だけのお店でしたので、はい、ちょっと申し訳ないです。我慢していただいて。我慢します。ありがとうございます。縁側はまた今度食べていただいて。はい、かしこまりました。常に食べてますか。はい、じゃあこれでいきますか。楽しみに、ね、はい、ありがとうございます。寿司と二郎系ラーメンと、もう何、ペッパーランチ。遊園地やん、食の。そうですよ、来ました。はい、行きましょう。はい、行きましょう。すごい前向きじゃん。はい、じゃあ止めました。行きましょう。はい、やってまいりました。はい、行きましょう。こちら、ひゃー、二郎系ラーメンと、やったわー、ペッパーランチ。すごー、やばい。
美味しそう。確かにニンニクがさ、本当だ、ちゃんと切ってあるやつだ。すごいわ。ちょっと初めてのペッパーランチ、めっちゃ美味しそうやんけ、ね、すごい香り、ね、バターの香りとニンニクの香り、すごい肉入ってる。うわ待って、この麺うまそう。りゅうちゃんこれめちゃめちゃ美味しそうだわや。うわ待って、やばい、これやばい、割っちゃった卵。はい、見て、これはやばい。え、野呂さんの方が少なくない？大丈夫？え、大丈夫。そっちの方が肉が多いかもしれない。ほらほらほら、肉ちょっと返して肉、うん、返却、ちょ肉返却するわ。確かに明らか私の方がさ、分かんないで埋まってっかもしんないのに。いや、なことない、なことない。ダメだ、違う。返して肉返して。だよね、醍醐味だから。肉返してご飯そっち。大丈夫大丈夫、もらうから。いい、後でもらうわよ。いいわよ、やめて。いいわよ、いい、これでいい、これでいい、これでいい。じゃあいただきます、はい、いただきます。あ、すげーうまいじゃん。うわ、すげーじゃん。あ、すげーうまいじゃん。すげーじゃん。うん、コーンがいいってこと言ってるね、これ、うん、ね、うん、ちょうどいいところに口に入ってくるね、うん、うん、これは食われるわ。大正解だ。うん、あ、ちょっと私かけるよ、これ、うん、ちょっとかけてみて、どんな様子だったか教えて。分かった。でもかけた方がうまそうだね。絶対美味しいと思う。はい、かけるべきです。あ、そうなんだ。なんか甘辛いと思いきや、うん、お醤油味がいい感じ。え、あ、そうなの、うん、うまっ。あ、うん、本当だ。かけた方がなんかすごい肉がよりガツンとくるな。そう。あ、おいしい。うわー、これ楽しみにしてたんだよな。生まれた時からでしょ。生まれた時から出会うの待ってた。あ、なんか意外な味がする。ニンニクがガツンと、うん、的な感じのカーって言おうと思ったのね、うん、意外と和風の醤油の味がする、上手。え、なにこれ上手。そんなうまいこと上手よ。うまい。うん、おいしい。おいしいんだけど、なんかネーミングとニンニクのガツンと感があまり来ないところが面白い。この麺うまそうだな。うまっ。わかる？多分スープ自体がこってりしてないからだね、うん、あっさりしてるよね。スープおいしいよね。おいしい。意外と繊細よ、スープ。そう、意外と。何？うん、私結構好き。あ、そう、よかった。じゃあ、うん、出会えて、出会えてよかった。うんうんうんね、うん、食えるもんかねと思ったけど、なくなったな、もう。もうなんか足りないって思ってるよ。ほんとだよ。あれ？ほんとにね。うん、うまっ。うん、うまい。当たりだ。うん、素敵な夜だ。うん、うん、はい、ありがとうございました。私たち、あの、うん、カロリーミット飲んでますんで、うん、はい、あの吸収をね、はい、皆さん、ちょっとでもこれだけ食べて大丈夫みたいな、あの、心配される方いると思うんで言っときますけど、うん、私たちはカロリーミット飲んでるんで、飲んでるんでね、はい、で必ずコメントで健康に気をつけてほしいですよとか言ってくる方いますけど、はいはい、大丈夫なんでね、はい、カロリーミット飲んでますんで、今のところね、はい、なったとしても自分のせいですから、はい、そうです、そうです、はい、自己責任ですね、そこから先はね、うん、うわ、楽しみだな、寿司。うん、私、今、うん、腹5分目かな。え、すごい。結構来てる？本当はこれを8分目と呼ぶんだと思う。うん、わぁ。だけど、うん、脳次第で、下にぐーっと下がりますから、うん、かっこいい。なんか、ね、やっぱ大先生って呼んでいいですか？すごいな、やっぱり。意識高い。低いのか。ね、いや、低いだろ。どう考えても低いだろう。明日の仕事に響きませんように。そんなに大きいの？何それ。うわー、母ちゃん
ワクワクするわ。ママすごいよこれ。ワクワクすぞ。ママすごいよ。ママすごいよこれ。いなりがスリム。すごい。うわーすごい。中指ぐらい。スリムないなりが来ました。うわーすごい。このスリムいなり見せたい。これ中指。怪我した時の中指。ね、私じゃあ、 コーン軍艦から。どうしようかな。美味しい。うわじゃあ私これサラダ。カニサラダ。てかうまい。うん。うん。全然食える。美味しい。うまっ。マグロ美味しい。そう、可愛いね。そしてなんか色がいい。うん、私もじゃあ今度。うまいのよ、ね。うん、うん、美味しいね。うん、私朝もいなり寿司食べた。すごっ、1日2食いなり。すごいね。大好き。室さんがいなり好きって言ったらいいね。それだけでなんかもう満たされる。私のお母さんが作る稲荷寿司が一番好きなので。え、手作り稲荷。手作り稲荷がめちゃくちゃ美味しくて、ご飯の中が錦糸卵と紅生姜が入ってるんだけど、それがものすごい美味しいのよ。うーん、うん、休憩。私結構何時間もメイクしてる今日。うん、なんか浮いてやめてよ。浮いてきてるし、すげえ痒くなってきた、ちょっと。ねえ。そろそろ落とそうかな。この辺が浮いてきてる。汗かいてる。あ、私そう、この辺からこう、中心からこう来るタイプ。ねえ。じわーっとこう崩れていくタイプ。ちょっとメイク。落とした方がいいんじゃない？落としますね。お腹いっぱい。え、食ったね。いやー。つけま、取りました。こっちだけ。すごい芸術だよね、顔。メイク？うん。ほんと。濃いからさ、大変なのよ落とすの。確かに、ね、厚塗りってこと。厚めだし、うん、ファンデとかも、うん、アイメイクが、うん、確かにめっちゃ濃い、うんうん、アイラインとかも炭みたいなでさ、何往復もするからさ。でもさ、めちゃくちゃ綺麗なのがさ、うん、あの線がくっきりある、うん、すんごい綺麗にぼかしてるの。すごい、すごい分かってくれた。そうなの。これはすごいよ。実は近くで見るとすごい綺麗。そうなの。結構手込んでんのよ、うん、意外とそのなんかグラデーションみたいなこと、うん、すごいのになってんの。ここもここにかけてすごい綺麗なグラデーションになって。そうそうそう。でもさ、こうやって見るとさ、目大きいね。え、目大きい。あれどこ行った。あるついてる、ついてる。やばはい、すっきりするよねそれ。え、野呂さんってさ、もうコンタクトもしてないの。してるよ、たまに。あ、何も、裸眼なんだけど、うん、たまに色がちょっとついたカラコンはしてる。あー、一番最初にさ、コンタクトつけたのいつ。カラコン最初つけたの。カラコンで、普通のコンタクト、カラコン。いつだと思う。え、え、普通に高校生とかじゃないの普通。26歳結構遅咲きなんだ。遅咲き。え、最初つけるのめっちゃ怖くなかった。え、怖かった。え、撮るのとかも超怖くなかった。怖かった。私、大学の食堂で友達に囲まれながら初めてカラコン入れて食堂で、あの学食か、学食。ちょっとメイク落とします。私、はい、私結構あれなんだよね。見たい。どうやって時間かけてメイク落とすから。落とすの偉いじゃん。そう、残したくないんだよね。そう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 。もう本当に1ミリも破片も残したくないから、うん、メイクの、うん、でいつも私自分のことをちゃんと、うん、あの褒めながらメイク落とすんです。いたわりながら。でもすごい綺麗だから肌が。本当よく頑張ってるよね、あんたはっていう。あんた、そう、顔に溶かすようにこう、しこう、こう溶かすようにこうね、あのメイク落とすんですけど。いい表現ね。そうですか。こう溶かしていくっていう。そうそうそう、仮面を溶かしていくようなこの、うんうん、とろっとこうね。あ、いいね。はい。で、あのいい商品があるんですけど。はい、なんでしょう。この専科の。あら。オールクリアオイル。へえ。そう。いい色。メイク落とし可愛いよね。うん、めっちゃ可愛い。そう。これでちょっと落としていきます。はい。
結構濃いからね。そう。うわー、あ、すごい。え、すごい。メイクがどんどんなくなってってる。浮いてる。こうやってさらって塗ったとこからめっちゃ浮いてる。ね、溶けていくわね。溶けていく。はぁ。うわー、すごーい。皆さんが見慣れた私になっていきます。え、すごい。そう。しかも結構私、なんかランプッシュもしないと、うん、なかなか、うん、取れないんだけど。で、こんだけめっちゃ近くで見てんじゃん。うん、ここ、すごいよ。何が？スル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 ってなってるよ。すごいよね。すごい。4プッシュぐらいでね、剥がれてくれるんだよね。仮面が。私の仮面が。わ、すごい。目が溶けてきている。そうなの。私のトリックアートが。気持ちよさそうだもん、それ見てた。顔が。今嫌だった。今嫌だったね。今ちょっとすごい嫌だった。でもめっちゃ気持ちよさそうだった。力抜けてた。完全に。え、よかったよ、今すごい。よかった本当。なんかね、本当に。自然だったね。なんか溶かし出しておりますっていう自然が出てた。いつもこんな感じで使ってんだなっていうのが見れましたよ。うん、カピバラ見てなさね、今。ね、湯を浴びてるカピバラ。湯を浴びるカピバラみたいになってる。やだやだ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 、本当に。ペイちゃん。そうだね。もうアイラインいらっしゃい。あの黒が、もう。いらっしゃったよ。いらっしゃったね。うん、ちょっとシャワー浴びてきます。はい。顔流してきますね。あ、いいね。流した時のすごい気持ちよさそうだね。ちょっと行ってくるわ。はい。すごいスッキリだね。すげえ。いつものあなたです。確かに。ただいま。ただいま、おかえり。すごいスッキリしてるわ。どちらもいつものあなたではありますが。そう。うわー、すごい綺麗だね。すっごいスッキリしてるでしょ。ほんとだ。そう、なんか1枚取れた。そうね。つるっとね。つるっと取れてる、ほんとに。あ、すごいね。これ濡れた手でもさ、はいはい、使えるからさ、風呂場でもさ、いつでも使えるんですよ。今、はい、ねえねえって言ってさ、追いかけてったの私。あなたさ、風呂場でさ、ガーって音がしてさ、お風呂場でやってんだと。あ、そうそう、風呂場でも勢いよくやっちまったわ。そう、で次今からこの洗顔するんですけど、あ、センカパーフェクトホイップ、え、これ好きだよ私。これさ、結構さ使ってるよ。ロングセラーよね。ロングセラーだよ、すごい、ね、ちょっと泡立てようかな。あ、お願いします。泡立てがね、すごいじゃん。泡真っ白、すごいよね、綺麗な色。ちょっと絞るね。うん、泡立ちがすごい。うーわ、あ、やっぱすごいね。すごいね。うん、すごいクリーミーだね。濃密すぎる。私はさ、今ネット使ったんだけど、ネット、うわ、ネット使わなくてもすごい泡立ちがいいから。うわ、綺麗。うわ、すごい。なんかさ、毎回楽しさを感じない。そうだね、この泡の密着度。うわー、ケーキみたい。ケーキみたいよ。ショートケーキでしょ。ショートケーキみたいよ。食べてくれないのよ、誰も私のこと。ここ見てほしい。聞いてる？聞いてます。え？野放しにしないで。クリスマス前に。食べたい食べたい、このまま。あ、本当？食べたい。ありがとう。食べたい。ありがとう。食べたい。もっちもちよー。食べたい。もっちもちよー。ね、ここ見てほしい。ここをさ、ちょっと自分がさ、ケーキだと思ってさ。自分がケーキだと思ってさ。あ、そうそう、これ見て見て見て。え、すごい綺麗でしょ、ここ。すごいね。なんか生クリームみたいなの。パティシエ？パティシエ。すごいわー。食べたいです。落としてきます。あ、すっきり。お疲れ様です。気持ちがいいわ。すっきり、ツヤツヤじゃん、顔。ツヤツヤですか。ねえ、ツヤンツヤンよ。ありがとうございます。こちらの商品気になる方はぜひ概要欄見てみてください。よろしくお願いします。素敵でございます。はい、ありがとうございました。え、今年どうすんの、年越し。あ、年越しどうすんの。もう別に何も未定だし、なんならその一個手前のクリスマスもまず未定。あれは行こうよ、初詣もし空いてたら。うん、行きたい。え、あれも行ってみたい、クリスマスマーケット。あ、行きたい。
ね、え、私も行ったことないの。あれどこなの？日比谷？日比谷？あれもいいけどね、赤レンガ倉庫の。あ、行きたい。ね、あ、そっか、スケートとか興味ないもんね。え、あの TBS の前もさ、うん、スケートリンクになるの。あ、そう、あそこも行ったことないけど、あそこ行ったらテレビ映っちゃう。なんかいいんじゃない？みんな通る人とか恥ずかしいよね、あれ。クリスマス一緒に過ごしたことないかもね。のぶさんはあれだね、あの元旦だよね。元旦担当で行かしていや、ほんとありがたいですよ。そんな私の元旦を救ってくれるわけですから年越しもね、だから年越しなんか一緒なんかやってたんでしょ。一人だった？一人だったじゃん、去年。で、何してんのって言って、一人だよって言ったのか。多分そう。あ、紅白の途中から寝ちゃったの。もう、そうなんだ。もう一人だったし私ちゃんと行ってよ、この間豊川稲荷お礼参りというか、そうそう、ね、参拝するといい日みたいなのがあったから、うん、なんか知らないけど行ってみようってなって、うん、ゆうかついて行った、ね、してますか。なんか気ついてるよね私さっきから。ついてるし、ちょっと取った方がいいわそれは。え、そう、なんでかっていうと、何、鼻くそ、鼻くそ、あ、うわ、ほんとじゃん。え、取れた今ってかはずはずはず、今取れたし。何、あの椅子あった？あんなおしゃれな椅子、野呂佳代先生、あのーね、なんか私動画見ました。そういえば椅子壊れたの、もしかして私が私が座ってた椅子。はい、あの、いや、メシメシ言うって言った。そう、あの、もちろんその野呂先生が座られたからあの椅子があの破裂したとかではない。違うよ絶対それは違うよね。ないんですけど、うん、最後の最後本当にとどめを刺されたのはあの野呂先生。え、あの日ってこと？はい、あの、そうだろう、骨組みが突き出た状態で発見されたんですよ野呂先生が帰られた後に。で、だって音がひどかったもんねまあもちろんあれですよ、積み重ねですよ、積み重ねで弱ってたのもあるんですけど、野呂先生がやっぱりその最後のとどめを刺されてあのこの家を後にした、ごめんね、ですね多分。で、次の日パッて見たら、うん、あのもうこのぐらいむき出しで骨